今回は鴨頭さんの元上司藤本隆弘さんのお話です。で藤本の話しましょうか。彼は大分県の大分県全,全県のお店の責任者だったんですよ。でまあマクドナルドはあの当時は店長がいて。まあ10店舗ぐらいを束ねてみるスーパーバイザーというのは言います。それはスーパーバイザーって言わないんですよ。オペレーションコンサルティング。 スーパーバイザー的なマネージャーがいてその上にそのエリアのマネージャーがいるとこういう、まあ、組織なんですけど藤本は大分の責任者でねプロモーションやるじゃないですか全国の。例えば何とかキャンペーンでこれをこういうものをプロモーションやる時とか新商品を発売する時は一気に全国展開すると危険なんです。どれれらいい売れるか分かんないでしょ もし売売れれすすぎたら欠品にななりりますね予想よりも売れなかったら除却損になりますね従ってそのどれぐらい売れるかの予測値の精度を上げるためにあるエリアでテストするんです例えば大分県でテストしますそうすると大分県と非常に市場性が似てるような例えば広島県と比較するみたいなことをやるんですよ。これを エリアのテストというんです正式には AST っていうんですけどちゃんと広告宣伝もしてねやるんで,すでそれで結果を見て全国展開してサプライチェーンの企画もして動くってことなんですけど私はそれをやってる時間がないから全国でやれと。でそんなサプライチェーンの過不足のリスクはないと。 従って全国でやれただし効果測定をするために大分県だけ外せって言ったんですよ大分県だけキャンペーンから外して全国やらしただって大分ってのが全国のちょうどこうなんていうんですかこう平均的な市場性なんですよ、うん、そこで他と比較するとマーケティングのキャンペーンの効果が測れるということでやったんですで当然 大分県よりも他の都道府県の方がねキャンペーンやってるんですから結果高いはずですねところが蓋開けてみたら全国の都道府県の中でキャンペーン直後一番成績良かったのが大分なんですよ <laughs> それで大分の責任者は誰だと藤本私に、まね、会ったことない私に呼び出してお前変なことやったんじゃないかとあその前にね 大分県だけ外せえって言ったら大分県担当の藤本が私のところ来たんですよ、まあ、殴り込みじゃないけどなんで自分のところだけやらしてくんないんですかってね黙秘に来たお前会社のために我しろって言って眺めたんですよで蓋開けたら大分県一番でしょあいつ俺に黙って何かやったなと思ったで藤本呼び出して「お前何やったんだ正直に言え」って言ったら 原さんが大分だけキャンンペーンから外したと悔しくて悔しくてしょうがないんで店長全員集めて俺たちは QSC だけで日本一になろうってうスローガンで頑張ったんだって言ったんですよ。で調べたら本当にそうだった。でやっぱりねサービスビジネスってのは QSC が一番大事なんですよ。それをまさにねそれで東京のエリアのマネ,ージャーマネージメントがちょっと弱かったんですよ。 それで私はもう強引にあの藤本を東京地区の責任者で持ってこいって家族も全部引っ越しさせた、まあ、彼はねああいう性格ですからやっぱり現場のリーダーシップはすごいですよただやっぱりやる,やるんだねどういうことやったかっていうとねある時秋葉原店の売り上げがポーンと跳ねるんですよ。毎日全国ののお店単位のデータを私見ますすからえっと思うわけですね 突然がったんですか突然 <laughs> おかしいいと思いますたら、ね、<あ>その上司が、ね、私の子来て「とんでもないことを藤本やった」と「もうクビにする」っつって怒ってるわけですよで「何やったんだ」って言ったらラージセットを買ったらお店のアルバイトクるようにコスプレの格好させて <laughs> コスプレの。<laughs> 写真撮ってその場であげるってやつやったらめっちゃ売れたってわけですよ。面白いね面白い秋葉原ね？電話というかそれ秋葉原のあのオタク族は来ますよそら <laughs> ところがブランド基礎も話じゃないですかこれ誰が考えたってで藤本の上司が私のとこに報告を来てあいつはとんでもないことやったもうクビにするってわけですよで私は <laughs>「 あのクビにするなとああいうことをやって売上上がったんじゃないかとクビにする前にあなたは売上あどうやって上げろってどういう指導したのちゃんと売上を上げるような正しい指導もせずにとんでもないことをやっただけど売上上がったそれでクビにするのかいとそれやったら組織の力ってどうなんだとと言ってクビにするところ止めたんですもん私に そしたらあいつ調子に乗ったんじゃないかなまた同じようなこと放課でやって <laughs> まあそれぐらいやるって言ったら会社のルール関係ない俺結果出すって言ったら出すぞだから素晴らしい男なんですよだけど組織人としてははねねこれはみんなバッテンつける、ね、だけどああいうタイプが組織の中いなかったら組織の文化ってどうなのかともうみんなおとなしいやつだけで。 全く味気もないエネルギーもない組織になりますよだからああいうのはいるんです必要なんです次回はフランチャイズビジネスパート3です